始まるよ。天秤座さん、おかえりなさい。 Welcome back。 では浄化していきます。お疲れ様です。よろしくお願いします。そして天秤座さん、いつも応援高評価してくださっている方、本当にありがとうございます。おかげさまで続けることができております。本当にね、高評価とコメントが励みになっております。続ける励みになっておりますので、これからも引き続きよろしくお願いします。そして先月からね、何月の運勢みたいなのをやめて、見た時がタイミングで受け取っていただけるようなメッセージを届けたいと思っております。今日はご先祖様からのメッセージということです。はい、必要なメッセージをどうぞお受け取りください。そして今日はね、皇后の日に撮影しております。7月14日に撮影しております。ちょっとね、すいません、最近ね、ちょっと私のペースでやりたいなと思って、義務化みたいな感じで撮影をしたくなくって、ちょっとね、一回しなければならないみたいな感じで陥ってしまって、なんかもうそこからちょっとね、なんかズンってなってしまって、気分が乗らない時はやらないって決めたんですよ。なので、頻度がね、ちょっと遅いんじゃないって思うかもしれないけど、やめてないんですよ。ちゃんと自分を整えてから、ちゃんと本当いつも応援してくださっている方に本当に愛のメッセージ、勇気、愛、感謝を込めてちゃんと届けたいと思っているので、自分のね、波動がね、整っている時に撮影しようと思っているので、ちょっと今年はね、私のペースでやらせてください。よろしくお願いします。ここでお知らせです。あなたの持っている運や、どんなご先祖様がついているか知りたくないですか？人生は顔で決まる。運勢も顔で決まります。元祖学は1500年以上もある歴史がある学問です。あなたの持っている運はもちろん、どんなご先祖様があなたに応援してくださっているかがわかります。自分の持っている魅力もわかっちゃうのが元祖学なんです。自分の魅力がわかると、鏡を見るたびに自分のことがどん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 好きになっていくので、運がどん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 勝手に上がっていっちゃうんです。元祖学は、運を上げたい方、どんなご先祖様が応援してくださっているのか、どんな自分に魅力があるのかが分かってしまうのが、この元祖学なんです。この元祖学は、1時間あなたのことを褒めます。褒めることしかしません。興味のある方は、鑑定に遊びに来てください。まだまだありますよ。さらに、もっともっと運を味方につけたくないですか？運をつかむ顔に今すぐ変えませんか？元祖と運勢はメイク一つでガラリと変わります。ラッキー顔に変え、良い運勢を呼び込む副顔。副顔とは、もう一度会いたくなるような魅力的な顔を作ることなんです。大好きな自分となるために脳をメイクしてあげれば、世界最強の人気顔を作ることができちゃうんです。これが、開運ラッキーメイクなんです。まずは顔に自分の望む運勢を書いちゃう。それが一番早いんです。開運するには顔をメイクで変えるのが一番早い方法なんです。金運を上げたい方、仕事運を上げたい方、愛情を上げたい方にメイクをお伝えしております。それが習得できちゃうのが、この開運ラッキーメイクスクールなんです。このね、メイクを実際に私もしたところ、愛情ですとアプローチが来ました。そして復縁もありました。金運はもう、金運メイクをしたすぐ私は臨時収入があったり、いろんなギフトをもらっています。宝石いただきました。仕事はなんと給料が上がったり、私全然めったに表彰されることないんですけど、表彰されました。はい、そういうことが起こります。このメイクはね、習得してしまえばずっと使えるものになります。実際にメイクをね、してくださった生徒さんも次の日に臨時収入が入っております。その動画が概要欄にあります。そして元祖学も来てくださった方も株が上がったりしております。それはね、もう本当に翌日です。なので、興味がある方はぜひ LINE にメッセージをください。メイクの方はメイク、
そして元総額の方は元総額と LINE にメッセージをください。運を味方につける開運顔になって、どん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 欲しい運を作り上げていきましょう。一緒にもっと幸せに開運していきましょう。金運爆上げ、お待ちしております。はい、よろしくお願いします。今日からも開運のメッセージを届けていきますので、ぜひよろしくお願いします。本当にね、元総額もそうですし、メイクもね、本当にすごいんですよ。この間もそのメイクをね、受講してくださった方がね、なんか誕生日だったらしくって、その、まあ、あのお客様の声に書いてあるんですけど、お誕生日になって車をいただいたそうです。はい、もうすごいでしょ、そういうことが起きちゃうんですよ。で、あの元総額も来てくださった方、本当にね、なんかあのマレーシア人の方だったんですけど、英語でやったんですけど、もうやった次の日ぐらいに株がねすごい上がって、その次には何パーセントか上がったから、なんかトモってすごいエネルギー持ってるねみたいな感じで言ってくださったんですよ。だからあの本当にエネルギーをねもらいたい方とか、本当にね、ちょっとあなたが想像もしていないようなミラクルが起こるので、ぜひ気になる方は LINE にメッセージをください。よろしくお願いします。私もあなたにお会いできるのを楽しみにしております。ではよろしくお願いします。今日はご先祖様からのメッセージということで、こちらから大まかなテーマとタロットカードとオラクルと、最後にね、なんでここにさこの本飾ってあるのと思ったかもしれないんですけど、私あの小林正観さん大好きで、これね、私もたまにあのメッセージもらうんですけど、パッて開いた時に必要な、ね、メッセージが、ね、ここに書いてあるんですよ。で、解説が書いてあって、あ、なるほどねって思う時があるんですよ。あ、なんかこうしっくりくるんですね。なのでそれをね、ちょっと皆さんにもと思って、今日は最後にこちらから正観さんのメッセージをもらっていきたいと思います。では最後までご覧ください。よろしくお願いします。では天秤座さんのご先祖様からのメッセージでございます。いかがお過ごしでしょうか。もう私はね、タイにも行ってきて、今週末には弾丸で台湾にまた行きます。もうね、本当に台湾、タイもさ、台湾もさ、祈りもできるし、祈りっていうかパワースポットもあるし、ご飯がめちゃくちゃ美味しくない？で、しかもさ、ショッピングもできるんですよ。で、私バンコクも弾丸で行ってきたんですよ、この間。ちょっと体調悪かったんですけど行ってきて、あの私ムエタイやってるので、ムエタイのグッズ、まあ、グローブとかシムガードって言って、あのスパリングするときにすねがね痛いでしょ、当たんないようにと、なんかもうその埋めたいのグッズ一式ね買い物に行ったんですよ。でそれがね簡単にできちゃうのがマレーシアのいいとこなんですよ。2時間ぐらいだから国内旅行みたいな感じで、もう私本当に旅行大好きだから、もうそういったあれはね、あのぜひインスタのストーリーとかで結構載せてるので、あのよかったらフォローしてみてください。お願いします。そう、なんかもう国内みたいな感覚で行っちゃったからね携帯、スマホのさ充電器もさ、タイとマレーシアって違うんですよ、プラグが国内の感覚で行っちゃったもんだから、プラグ変換するやつを忘れてしまってね、もう本当に、まあ、ホテルはラッキーなことに貸してもらって、空港ですよ問題は。帰りの飛行機がさめっちゃ遅れてさ、空港で超待ったわけ。その時にさ充電できないみたいな、新しいさ iPhone だってさ、あの USB タイプじゃないじゃない。だから結構ね、暇すぎて人間観察ずっとしてましたはい、ではちょっとね話長いからね、あ、これ、はい、こちらでーす。私さ、いつも話長いの、ごめんはい、アウェイキン、あ、なんかさ、すごい綺麗だよ、宙に浮いてる。はい、こちらでーすはーい、ちょっとね、読みます。するって、天秤座さんアップグレードするって、そう、ご先祖様が言ってるのは、寝ている間
にあの、ま、宇宙会議とかもするんですけど、寝ている間にそのご先祖様がね、天秤座さんに必要なメッセージ、例えばそれは夢だ、まあ、夢だよね、大体寝ている間だから、夢の時に、夢にね、必要なメッセージを送るから、それをね、受け取ってちゃんとそれに対して行動を起こしてほしいということを言っています。あの、何らかのメッセージを寝ている時に送るから、それをちゃんとキャッチしてほしいっていうふうに言われています。だからね、あの、枕元にメモとか置いておいた方がいいかもしれない。その必要なメッセージさ、すぐさ忘れちゃわない？わかんないんだけど、前まではさ、もうすごい印象にさ残ってる夢だったりとかしたらさ、結構さいいと思う、覚えてることあるけどさ、結構さ、なんか意外とさ重要なことってさ意外と忘れちゃったりしない？だから、なんかメモを置いといて、ちゃんとね必要なメッセージ送るから、届けるから、受け取ってほしいというご先祖様からのメッセージ、そう、あなたにアップグレードするって、知識とか、そう、知識とかもそうだし、あなたがこう幸運にね、開運に導く道をちゃんと応援サポートするから、やっぱ寝ている時が一番ねアップグレードしやすいんだって。だから、その睡眠をまず大事にしてほしいっていうことと、リラックスしてやってほしい、そう、リラックスして寝てほしいっていうことを言われています。軽やかなね気分で寝ていくと、だん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 、そう、寝ていくとメッセージを受け取ることができるよっていうふうに言われています。そう、私たちさ、私たち一人にご先祖様ってね、200万人もついてるんだって。それがね、そのどの応援、どのご先祖様がね応援してくれてるかっていうのが分かっちゃうのがこの感想学なんですよ。だから、それが気になるなっていう方はぜひね来てください。もう本当にね、性格も大体、あ、この人ってこういう性格なんだなっていうことも分かるし、でもね、私たち の, あの私の師匠は木村玲子先生なんですけど、あのね、なんかさ、占いとかっていうとさ怖いって思うかもしれないんだけど、元祖学は、ね、占いじゃないの。統計学だから、1500年以上もある歴史があるからね、それから紐解いてるから、そう、歴史があるから、ね、紐解いてるからね、占いではないんですよ。学問なので、本当に、あの、なんかそういうの信じないみたいな人も、いやいやいや、もう顔にね、そういう運勢だったりとか、そういうのが、運勢が、ね、全部載ってるので、気になる方はぜひ来てください。あの、本当にね、自分の思い込みだったりとかするんですよ。そう、でもその思い込みを取っ払って、顔をね、鏡で見るたびに、あ、私ってこういう運持ってたんだ、あ、このご先祖様が応援してくれてるんだって思うと、バーンってパッカーンってなるの。そう、それでもうね、皆さんね、開運するんですよ。そうやってメイクもそう、このメイクをしてると、あ、例えばね、金運メイクとかだったら、あ、金運メイク今日してるんだ、そうだ、私金運メイクだったんだ、あ、そうそう、金運金運金運って思ってるから、バーンって来るんですよ。これね、私も実際にそうでした。はい、なのでぜひ気になる方はよろしくお願いします。はい、ではメッセージもらっていきます。ちょっと待ってね。ちょっと見て、これさ、今日めっちゃ可愛くない？ローズと、なんだっけ、ハイビスカスピー、え、じゃあなんだっけ、バタフライピーだ。そう、ローズとバタフライピー。この色がさ、さっきまで超紫だったので、トップアップして薄めました。これさ、アンチエイジングとさ、ローズはさ、ビタミンがあるからね、めっちゃいいの。そう、何の情報って感じだけど、そう、タイでね買ったんですよ。おしゃれでしょ、なんかさ綺麗よね。はい、ちょっとね、それをシェアしたかった。はい、では、お、ちょっとこれ一瞬、あ、これ、はい、天秤座さんは寝ている間にアップグレードするから、ね、なんか睡眠もしっかりね取ってほしいというふうに言われていますね。はい、おお、はい、7枚目、はい、これ普通に出たので、はい、これも、
はい、3枚が出ましたよ。ルンルンランラン楽しいな、ルンルンランラン楽しいな。これね、最近の私のおまじないです。楽しくなるでこういう風に言うと。はい、この3枚です。ちょっとさ、ネイルがね、なんかさ、ネイルするとさ、なんだろう、自分の本当のさ、ネイルがさ2枚とか3枚になっちゃうわけ。それが最近ちょっと嫌だから、ちょっとね、ネイルお休みしてます。はい、なのでちょっとネイルしてない手です、すいません。はい、こちらです。はーい、ルンルンランラン楽しいな。本当にね、これやってみてめっちゃ楽しくなるから、なんかはい、はい、ではこちら読んでいきたいと思います。そう、やっぱりね、必要なメッセージをね、届けるって言って、やっぱりそれがね、これペンタクルの、あ、ナイトオブペンタクルで、これはね、しっかり地に足をつけるとか、ちゃんと努力したことが実ってくる、形となってくる、ちゃんとベースがね、できてくるよっていうことを言われています。だから、あの、本当に、なんて言うんだろう、まあ、事業をね、始めようかなって思う人だったりとか、仕事を普通に雇われていたとしても、ちゃんと基盤がね、あなたに基盤が固まってくる。だから、例えば、まあ、ベースの給料が上がるとかさ、そういうことも起こるかもしれない。なんかそれに必要な情報をね、寝てる間に、あの、アップグレードするっていうことを、あの、ご先祖様が言っております。そう、このワンドの1エースが出てるんだけど、これも本当にスタート、もう何か新しいことを始めるにはもうもってこいだし、情熱を持って始められるよっていうことを言われても、そのね、始めたことがやっぱりちゃんと確実に実っていくし、その今ある状況からまた新たに、そのね、アップグレードする、なんか次のステージだったりとか、アップグレードするのにも情熱を持ってね、ちゃんとね、始めることができるって言われているし、それはまあ精神のね、これね、ハングマン、精神の成長だったりとかもするかもしれない。うん、それもね、なんかちゃんと実っていく。そう、だってそれは自分が選んだ道だからっていうふうに言われています。ハングマンってさ、結構忍耐強かった。だってさ、これって自らさ、吊るされてるのよ。そう、だけどそれぐらい、まあ、自分でね、決めたことはちゃんと、まあ、精神的な成長につながったりとか、そう、あと忍耐強く乗り越えることができるよっていうことを言われています。そう、だから、まあ、ちょっとやそっとのことじゃ、まあ諦めないっていうのかな、まあこれ試練ねみたいな感覚で乗り越えることができるよっていうことを言われています。それはね、なんでかっつったら、このね、ご先祖様がちゃんとサポートする、見えないところで本当にね、天秤座さんのことめちゃくちゃ可愛いからね、あの、サポートしていくから大丈夫で、だから何か始めたいなって思うことがあったとしたら、天秤座さんね、今この聞いたタイミングでぜひね、始めてみてください。一歩スタートすることが大事。でもそれはね、ちゃんとこのね、3枚のカードから言っていることは、ちゃんとね、実っていくし、スタートしたら応援も入るし、ちゃんと、その、まあ、もしかしたらさ、進んでいったらさ、必ずしもさ、いいことばっかりではないと思うかもしれない。だけどそれをちゃんとね、まあ、転換の、これさ、転換思考の転換思考の転換だったりとかで、物事をいいように捉えることができるから、そう、思考の転換、いいように捉える。そうすると、あ、これね、この試練ちょっとさ、困難だって思うことでもさ、絶対にね、乗り越えられないでさ、試練だって来ないわけですよ。だって自分でさ、この世に生まれてくるときにシナリオを書いてるんだから、絶対乗り越えられるのよ。だから乗り越えられない試練は与えてこないし、来ないから、そういうふうに意識を持って、あ、自分、あ、この試験ね、はいはい、来ました、その先に、そのね、超えた先ですよ、超えた先がね、超ミラクル待ってるよっていうことを言われてる。だからそれをウキウキしながら、だってさ、このさ、ハングマンってさ、めっちゃ輝いてるの分かる？そう、だから、その、一見ね、困難だって思うようなことも、あ、はいはい、みたいな感じで、もう神様の最終試験だと思って、それを超えたら、もう必ずいいことがあるって思って、超えてみて、そう、壁越えしてみて。でもそれはね、
天秤座さんできるよって言われてる。そうちゃんとね、それね、ご先祖様もちゃんとサポートするから安心してっていう風に言われています。なのでなんかね、やりたいなって思うようなことがあったりとか、今ちょっとねつまずいてるようなことがあったとしても諦めないでって。そうあのね、一回もう一回ちょっと転換、思考の転換だったりとか、ちょっといつもと違うようなさ行動をしてみるとか。だってそれが、それを実行してうまくいかなかったらそれじゃないんですよ、やり方が。ただやり方が違うだけ。そう、それに気づいたっていうことだから、違うことをトライすればいいんですよ。でまたもしそれがうまくいかなかったとしても、それは違った方法なんだって言って違うことにまた挑戦する。同じ出来事だ、例えば A 地点に行きたいと思ってもまっすぐ行くのとさ、なんかもしかしたら工事でさ迂回しなければいけない、でも結局最後にはさ A 地点にたどり着くんですよ。そういう風になってるから安心して、だから諦めないで進むこと、進んだ先にはもう絶対ね天秤座さんに奇跡が起こるから、その景色見てって、一緒に見ようって。ごめんなさい、 CM が入りました。裏でねいつも私自分のドバイのね海の動画だったりとか、そういうのをかけてます。モルディブだったりとか、ね、めっちゃ綺麗なの。もうモルディブさめっちゃ綺麗だった。その動画もねどこかにあるはずなんて探してみてください。モルディブもさ一人で行ったわけですよ。私一人旅さめちゃくちゃ大好きでね、もちろんね誰かと行ったら楽しいんですよ。どっちかっていうと私現地で会うみたいな感じ。ごめん自分で見ちゃった。こちらすごいよこれ、もうさ超ハッピー、ハッピーハッピーハッピーカードです。はい、おめでとう。これめっちゃね最高だからねこれ超最高だからね。ミルキー&ハニーも私これさ超大好きなの。もうこれね夢かなっていくよって言われてる。もう本当にだからさっきも言ったように進んだ先はねこういう風にすごくあなたの理想だよね。もう甘くてさ美味しさも自分がたっぷり、もう超幸せっていうような世界にさたどり着くよっていう風に言われてる、言われております。なのでもうねそれをね楽しくウキウキしながら進んでいった先にはこういうね喜ばしいことが待ってるよって言われています。天秤座さんの理想は何ですか？あなたの理想ぜひコメント欄にお書きください。もう予祝でもいいです。本当にそう予祝ねめちゃくちゃ大事で、たまに本当にさ超予祝書いてくださる方がいるんだけど、めっちゃさすごいなって思う。かなってたら嬉しいなかなってたら叶えましたっていう風にまたねご報告していただけると嬉しいです。本当にね天秤座さんの夢希望が叶っていくよって、その進んだ先にはあなたの理想が待ってるよっていう風に言われております。もしくはねもっと自分がさ想像もしていなかったような出来事が起こるかも。想像してみて。もうそしたらさもう考えただけでさウキウキワクワクしない？もうそれがねすごく大事。そのウキウキワクワクの感情をバンって宇宙に放って、それをね宇宙がちゃんと受け取って、あなたのあのねなんか音がさ結構マレーシア漏れるのよ。そう最近さ活発なのそうごめんなさいね。そうだから何話したんだっけ。そうだからあなたにねベストのタイミングでそれが現れてくるよっていう風に言われています。だからウキウキワクワクして行動してみてください。はい、ではこちらからもメッセージをもらっていきます。天秤座さんへのメッセージです。天秤座さんへのメッセージです。ここです。ちょっと待って、目次でした。まさかの目次だった。ちょっとごめん、はい、ここの辺、はい、3番です。これ全部読んじゃうとなんだっけ、著作権とかに引っかかっちゃうかもしれないから、この大まかなメッセージプラス、まあ、この解説はちょっとピンときたメッセージを読んでいきたいと思います。はい、あなたがこの世に生まれてくれてありがとう。誕生祝いは感謝祭ということで、誕生日さんめっちゃ大事だよね。天秤座さん
そう、誕生日祝いの本当の意味とは知ってます？あなたがこの世に生まれてきてくれてありがとうということです。あなたがいてくれたおかげでどれほど幸せで楽しく豊かな時間を過ごすことができたかわからない。この時代に共に生きてくれてありがとうということです。つまり誕生日は感謝祭なんですって。だから本当に私たちってさ、もう本当にさ、生まれただけで奇跡だし、生きてるだけでさ、本当にすごいのよって本当に思う。だからもう本当にね、誕生日ね、ね、おめでとうだよ、おめでとうだよ本当に。だってさ、このタイミングでさ、この地球にさ生まれてきたってさ、相当すごくない？本当にそれはもう、だって私さ、本当にさ、たまにさ旅行とかするとさ、いろんなものが見えるじゃない？なんか自分ってさ、本当にさ恵まれてるんだなって本当に心から思うし、本当にね、感謝する。だからもう本当に生まれてきただけで私たちってすごいのよ。てか私たちってさ、もう生きてるだけでマジですごいからさ、もうそれだけでさ、おめでとうって感じ。だからもう本当に見てくださっている天秤座さん、おめでとう。誕生日さ、まだかもしれないけどさね、おめでとうね。はい、なので誕生日祝いの何気ない一言は生き方について考えさせてくれる深い意味なのかもしれないということです。そうだからさ、本当にさ、お母さんってすごいよね。でも、そう、お母さんから生まれてくるんだよ。やっぱさ、女性ってすごいよね。でも、本当に感謝しましょう。産んでくださったお母さんにも感謝だし、周りの人にも感謝だし、もう自分にもね、感謝だよ。だって自分、一番さ、自分すごくない？今日まで生きてる自分すごくない？自分のさ、体ってさ、24時間休まず、かける自分のさ年齢プラスか、自分のさ年齢よ、ノンストップなのよ。寝ている間もノンストップでさ、休んで休まないでさ働いてくれてるわけじゃん。めっちゃありがたいよね、本当にって思います。なので今日は自分もね、感謝して抱きしめてあげてみてください。そうすると運気がどんどん上昇していきます。天秤座さんへのメッセージはこのようになりました。もしいいなーって思ったり、参考になったなーって思う方はぜひ高評価して応援してくださるととっても嬉しいです。励みになります。そして元相学、開運ラッキーメイク、タロ開運タロットリーディングにも興味がある方はぜひ概要欄に LINE のリンクがありますので、そちらからメッセージをください。よろしくお願いします。日程をね、合わせて鑑定だりスクールなりしていきましょう。よろしくお願いします。今日も最後まで見てくださった天秤さん、大好きです。ありがとうございます。今日も今月も毎日毎日、あなたにとって、天秤さんにとって、とってもとってもとっても素晴らしい日になりますように。そして金運爆上げ、 Be happy。 じゃあね、バイバーイ。